おはこんばんちは、ふいのゆみです。今回はキューボってどうやって的を狙っているのっていう話をざっくりとしていこうと思うよ。先日キューボ未経験の友達に、キューボってどうやって的を狙ってるの、なんか照準的なものあるのって質問を受けまして、ああ、確かに気になるところかもって思ったので、近的を例に説明していきますね。狙いの話をする前に、ちょっとだけ弓の部品の話をします。以前、弓を握るところの話をした際に、握る部分の上に何か巻いてあるのに気づいた人、いますか？これはヤスリ刀といって、弓を引いた時に矢との摩擦で弓が傷つかないように保護するものなのですが、これが的を狙う際に大事になってきますので覚えておいてくださいね。話は戻って狙いの話。的を狙う際には片目をつむったりしないので、左右の目の視差で弓の奥に的が透けているように見えます。こんな感じ。そうです、ヤズリ刀の巻き数や弓の幅のどの位置に的があれば的中するのかというのを見極めて狙いとするんですね。この時の弓と的の位置関係で、新月や闇、半月、満月とか言ったりすることもあります。この位置関係は人それぞれで違います。大会の競技規則などの弓の規定、照準のための装置や矢釣り刀に作為的な目印がないと記載されていたりするので、目印をつけることはできないんですね。毎回ドンピシャで狙うのは修練が必要なのですが、また話を戻しまして、矢釣り刀と弓と的との位置関係で狙うという話、これは割と一般的な狙い方かと思うんですが、他の狙い方もあるようです。一例としては、矢の先端と的の位置関係で狙うという方もいました。他には的に当たる射を体感で覚えているから、そもそも狙うということをしないという人もいました。これはちょっとレベルが違う話ですか。要は毎回弓を同じように引くことができれば、的と自分の射における何か目印を定めれば、その位置関係がその人の狙い方になるっていう感じですね。ちょっとわかりにくいかな。まあ毎回同じ射をするのが難しいんだけどね。さて、今回は弓道での的の狙い方の話をしてみました。照準儀はないけれど何かしらの目安をつけて引いている人が多いということでした。まあなかなか難しいよね。まあ、で今回の話はここまで。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。